地図宮城県美術館は宮城県仙台市青葉区川内元長谷倉にある宮城県立の美術館である。本館と本館の西隣に別館として佐藤忠義の作品を展示する佐藤忠義記念館がある。1981年に本館が1990年に佐藤忠義記念館が開館した。近代以降の宮城県や東北地方に ゆかりのある作家の作品が収蔵品の中心だが日本以外で制作された作品も所蔵されている。宮城県美術館の建設に関する具体的な動きが起こったのは1972年である。この年、美術館の建設を求める声の高まりを背景に宮城県芸術協会が宮城県に対して県立美術館建設促進についての要望書を提出した。 翌年以降に宮城県芸術協会などから寄付を受けた宮城県は1977年に美術館建設懇談会を設け、1978年に県知事に対して美術館の建設基本構想に関する答申が行われた。1979年に宮城県は川内の国有地の払い下げを受け、この地に美術館を建設することになった。 美術館の建設工事は1980年に始まり、翌1981年11月3日に宮城県美術館が開館した。1990年6月1日には別館である佐藤忠義記念館が開館し、同時にアリスの庭が設置された。宮城県美術館は2007年11月26日から2008年10月6日にかけて長期休館した。 これは、開館25周年を機に、国際レベルの美術品保存と、省エネルギーを目的として、空調設備を更新するためで、改修工事が完了した2008年10月7日に、宮城県美術館は、リニューアルオープンした。地元である宮城県及び、東北地方に、縁の深い、明治維新以降の絵画、版画、彫刻、工芸作品などがコレクションされている。 コレクションの一例として、大田町の、ボタン、カオル、正治福の、風化の作、高橋雄一の、宮城県庁門前図、宗方志向の、古名の作、一万哲五郎の自画像、松本俊介の、画家の像、平福百水の、寮などが挙げられる。このほか、具体美術協会の作品45点、随筆、気まぐれ美術館で知られる、画老主、随筆家、 スノウチトールのスノウチコレクション、長岡現代美術館を運営していた、旧太鼓総合銀行の太鼓コレクション、福音館書店の月刊絵本シリーズである、子供の友の初期の頃の原画も所蔵されている。佐藤忠義の収蔵作品は約1100点に上る。日本以外の作品としては、カンディンスキーやクレイ、シーレラの作品が収蔵されているほか、 19世紀末から20世紀初めにかけてのフランスやイタリアのポスターを集めた三浦コレクションがある。別館である佐藤忠義記念館。本館は1981年に竣工した地下1階、地上2階建ての建物である。設計者は前川国夫建築設計事務所。展示室は1階と2階に、それぞれ2室、合わせて4室ある。主に、 1>, 1階の展示室では常設展示が、2階の展示室では特別展示が行われる。展示室の他には、創作室、造形遊戯室、行動、図書室、レストラン、ミュージアムショップがある。創作室は、大型機材、道具類ともども利用者に開放されており、幅広い美術制作活動の支援がここで行われている。これは、 開館時に掲げられた理念の見るだけでなく新しい自分を発見する美術館を踏襲したものである。また、地下1階には県民ギャラリーがあり、ここで一般市民による作品の展示、発表が行われている。佐藤忠義記念館は1990年に竣工した地下1階、地上1階建ての建物である。設計者は大勇根公平建築事務所。 展示室は1階にあり、佐藤忠義の作品がここに展示されている。展示室の他には、コーヒーショップやオーディオビジュアル設備を備えた多目的ホールであるアートホールがある。美術館の内外には前庭、中庭、北庭、アリスの庭の4つの庭がある。中庭を除き、それぞれの庭には彫刻が置かれている。アリスの庭は本館と、 佐藤忠義記念館の間に位置する庭で、この庭に対する佐藤忠義記念館の側面は弓なりのハーフミラーガラスであり、独特の情景を描き出す。宮城県美術館の建物は1983年に第24回 b c s 賞を受賞した。1998年には当時の建設賞が企画した公共建築百選に選ばれた。本館の常設展。 特別展会場及び別館である佐藤忠義記念館の展示室の観覧は有料であるが、その他の館内区画や中庭、庭園は公共空間であり無料で入ることができる。都道府県立美術館基本調査表によると宮城県美術館の年間総観覧者数は2002年度に19.9万人、2003年度に17.1万人、 2004年度に17.4万人だった。この観覧者数は全国の都道府県立美術館56館の中で9位の石10位に当たる。観覧者以外の利用客も含めた近年の年間入館者数は約25万人である。美術館本館を広瀬川越に望む。その奥の丘陵は青葉山。宮城県美術館が立地するのは文京地区の一角である。 道路を挟んで東側には宮城県仙台第二高等学校があり、さらに広瀬川を中の瀬橋で越えると西公園に至る。美術館の南西側は東北大学川内キャンパスであり、南方は仙台城跡、仙台市博物館、仙台国際センターが立つ青葉山公園である。美術館前から南側にはユリの木の並木が続いている。この道路沿いに 仙台市地下鉄東西線の国際センター駅があり、美術館とは徒歩7分の距離である。また、国際センター駅の隣駅である、川内駅からも美術館まで同様の距離である。路線バスについては、美術館から徒歩3分ほどの場所に、2校、宮城県美術館前バス停留所があり、ここと仙台駅のバス乗り場が、仙台市営バスによって約15分で結ばれている。 仙台駅方面からは、川内営業所前行と、広瀬通経由交通公園循環のバスがここに停まる。また、観光用路線バスのループル仙台も、国際センター駅、宮城県美術館前と、に、こ宮城県美術館前の各バス停に停車する。ありがとうございます。